こんばんは、渡辺水花です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年11月18日、今夜10時。 半になろうとしています。まだ半になっていないんですけれども。はい。えっ、ー、と、この動画が上がる頃には、もう夜11時過ぎているかなと。そして、あの、なので、こちら、まあ、今回は、あの、この記事をお届けしたいと思うんですけど、その前にですね、この時間的な問題で、こちらの方を先に申し上げたいと思います。11月18日23時からですね、もうすぐですね、はい。大事な、あの、カルダノの、の、 カルダノの、はい、あの、チャールズ・ホスキンソン氏の貴重演説。あこちらは、あの、エジンバラ大学の方でね、今、あの、スコットフェストというのをやっていまして、まあ、ボルテール時代を迎えるにあたって、それを、まあ、祝すという意味でですね、今、あの、イベントをやっております。そして、チャールズ・ホスキンソン氏の基調演説が、もうすぐね、あと30分後ぐらいに始まるんですね、23時から。なので、この動画が上がった頃にはもう始まっているかもしれず、そしてですね、あの、まあ、英語で聞いてもわからないよという方のために、まあ、あんまりね、ちょっと期待してない。 すぎてもいけないのかもしれないですけど、はい、あのこの方ですね、いつも体の360をです、ね、もうほぼなんてうのリアルタイムっていうんでしょうかね、まあ、本人は、ね、リアルタイムじゃないとかいうふうに、ね、おっしゃってるんですけど、まあ、ほぼリアルタイムと言ってもいいぐらいの速さでね、このように早速、はい、あのイベントの様子をあの、まあ、このように、はい、あのツイートしてくださっています。なので、あのこの方のツイートを貼りつつですね、はい、あの、 ま、あ今、この、もうすでに基調演説が始まっていたらですね、もしかしてこの方が、あの、えー、略してくださるというかね、大体こう概略をね、伝えてくださるかもしれないので、まずこちらの方をお伝えしたいと思いました。そして実際にはまだ11時まで時間がありますので、あのー、まあ、先ほどね、スコットフェストというエジンバラ大学での、ま、このようなイベントですね。で、これ、もうなんか結構内容、私もさらっと聞いてるだけでもですね、もうあの、アゲロスキャイアス教、教授の、 まあ他の方もいらっしゃるんですけども、もうほぼな,なん、て言うんでしょうか。<laughs> あの、技術的な話でね、ほとんどわからないんですね。なので、まあそのためにもね、この方がこう、いてくださって、コーヒーさん、はい、SPO、あの、体のね、SPO のコーヒーさんですね、ああ、いてくださって、まあわかる範囲でですね、概略を伝えてくださるんですけども、まああの、ちょっとわからないです。本当に貴重演説中はね、あの、 そのリアルタイムで伝えてくださるかどうかわかりませんけども、まあ多分ね、一番日本語で情報が早いとすればこの方だと思うのでね、あの、ツイッターのアカウント持ってらっしゃる方、あの、ぜひ見てみてください。で、 あと、まあ、こちらの動画の方も URL 貼っておきますので、あの、ま、英語でもね、なんとなくこう雰囲気だけでも掴みたいという方は、あの、こちらの方を見てくださってもいいですしという形で、あと、あ、これですね、カルダのサミットはああ、あと1時間って書いてありますね。これはこれでまたあるわけなんですね。<laughs> はい、ということでですね、あとこちらは、あの、アジェンダ、先ほどのスコットフェストのアジェンダですね。そして、えっ、ー、と GMT、えー、あの、グリーン シンミンタイムで、14時からなので、日本時間は9時間遅れていますので、23時ということで、あと30分ほどで、このチャールズ・コッツキンソン氏の基調演説が始まるということになっています。そしてですね、一応こちらのチャンネルの記録としてですね、せっかくエジンバラ大学で、あの、イベントをしているので、それに関する記事をね、ちょっと翻訳して読んでいきたいと思います。もう、もし11時過ぎてるとかも眠いとかね、他にやることがあるっていう方はね、これ、この記事ね、あと 聞いいいてくださればいいかなといいううふうに思います、まあ、とりあえずね、あと少し時間があるので、こちらの方でこの記事を読んでいきたいと思います。カルダーノビルダーインプットアップグローバルインベスト4.5ミリオンドラスイントエディンバラブロックチェーンリサーチハップということで、はい、エディンバラ大学に対してね、カルダーノがまあどのようにこ,の、まあ、これからね、あの貢献していくのかということで、はいえー、とまず、まあ、450万ドルをですね、あの このエジンバラ大学の、えー、とブロックチェーンリサーチハブというものにあの投資したということが書かれていますので、まあ、その関係のことですね。それにまつわる、まあ、いろいろな情報をお伝えしていきたいと思います。えー、カルダの設立企業、インプットアップグローバルがエジンバラのブロックチェーンリサーチハブに450万ドルを投資。こちらは17日付の記事になっています。インプットアップグローバル グループは、ブロックチェーン技術開発を加速させることを目的とした新しいプロジェクトに資金を提供するため、エジンバラ大学のリサーチハブに450万ドルを投入した。カルダノの主要な開発元であるインプットアップグローバル IOG からの寄付は、新興技術の業界標準とベストプラクティスを設定するため、継続的な 研究の促進を図るもので IOG の広範な学術プログラムの一部を構成している。このハブはエジンパラ大学と IOG の共同作業によって科学的知識の源泉を深めブロックチェーン及び分散型大腸業、分散型大腸業界での研究の新たな基準を設定することを目的としている。このハブにより大学の学生や研究者がこの技術に関する新しいプロジェクトを提案し業界全体で 基礎研究にににさらに力を入れるとともにこの技術以外の分野の研究者がもっと容易にその能力を探求できるようになる。このハブは IOG と大学の代表者からなる運営委員会によって運営され、この委員会がプロジェクト、プロジェクト提案の、プロジェクト提案の審査や ですね。あ、審査や資金配分を実施することになる。IOG はこれまでにもエジンバラ大学の情報学部内にブロックチェーン技術ラボを設立するなど、エジンバラ大学との関係を築いてきたが、今回の立ち上げはその関係をさらに強化するものである。また、 今年8月にスタンフォード大学でブロックチェーンリサーチハブの設立に成功し、さらに IOG の CEO、チャールズ・ホスキンソン氏がペンシルバニア州のカーネギー・メロン大学にホスキンソン・センター・フォーマル・マティマティクス、これは形式数学のためのホスキンソン・センターっていうんでしょうかね。その設立のために2000万ドルを寄付したことを受け、この度の設立となった。同ハブに提出される 提案には IOG の製品及びシステムに関わる要素が組み込まれ IOG の全製品に応用されている学術的厳密さと形式手法に力を注ぎ続けることが可能になる IOG の研究者は160本以上の学術論文を発表しておりもともと発表しますねあのこの間聞いた時は130本ぐらいだったと思うんですけども160件ですね160本の,あの論文を発表していますでその多くが査読を受けて主要な学術会議で 発表されている IOG の研究チームにはエ,エジンバラ大学情報学部のサイバーセキュリティプライバシー学科長であるチーフサイエンティストのアゲロスキャイアス氏をはじめ多くの一流の学者が インプットアウトプットグローバルのチーフサイエンティストであり、エジンバラ大学サイバーセキュリティプライバシー学科長、ブロックチェーン技術研究所長のアゲロスキャリアス教授、この方、エジンバラ王立協会のフェロー、FRSE と書いてありますが、エジンバラ王立協会の、まあ、会員というか、フェローでもあります。でこの方は、インプーットアウトプットは基礎研究も応用研究も生み出してサポートするという意味で、ブロックチェーン 分野のパイオニアですと述べている。IOG とエジンバラ大学情報学部の長期的なコラボレーションは、プルーフォフステークに基づく、証明可能で安全なブロックチェーンプロトコル群のウロボロスから、プルーフォフワークベースのブロックチェーンのエネルギー効率問題を解決する道を開く、証明可能で安全なプルーフオフユースフルワークプロトコルであるオフェリマスに至るまで、この5年の間に、この5年の間に技術の 技術の最先端に多くの進歩をもたらしてきました。この新しいリサーチハブの設立は特に歓迎すべき進展であり、学術的研究に重点を置き、大学全体でこの研究を継続、拡大するための重要なマイルストーンです。IOG の CEO チャールズ・ホスキンソン氏は、ブロックチェーンハブはグループの長期的なビジョンに不可欠であると説明した。 IOG は以前からエジ,バエジンバラ大学と協力してきましたが、この新しいリサーチハブによって私たちの業界を引き続き発展させることができそうで感激していますと同志は述べた。 エジンバラのような一流の機関と協力して、このようなブロックチェーンリサーチハブを設置することは、学術的厳密さを業界標準にするという私たちのビジョンに不可欠なものです。このハブによる私たちの最終目標は、これから生まれる新しい学びに基づいて、ブロックチェーン開発がさらに早く,早く進むようにすることです。ということで、このようにですね、はい、あの、学術的なことにも力を入れているというのがカルダの特徴であります。はい、あの、もうそろそろ、あ、 で、これで、そうですね、あとまあ3、まあ、30分切ってますね。ちょっと待ってくださいね。はい。あの、あと26分ほどで、えー、貴重演説、チャールズ・ホスキンソン氏の貴重演説が始まりますのでね、あの、今回はこれで終わりにして動画を上げて、そしてその時にちょうど、まあこ、こちらのねあ、11時なんだなと、そしてあの、貴重演説が始まってるんだなと、もしかしたら、まあ、これね、あんまりあの、えっ、ー、と、プレッシャーかけたくはないんですけども、まあ、もしかしたらこのコーヒーさんが、あの、な 早くね、日本語で情報を伝えてくださるかもしれないなと思いつつ、はい、あの、この動画を終わりたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。